わあ、僕も手伝うよ。ありがとう。でも、お前なら僕一人で頑張ってくるよ。いやいや、手伝うよ。そこまで言うな。じゃあ、お願いしようかな。僕に任せてよ。よし、この荷物だね。よし、出発。うわあ、レッドさんがどこ行ったの？スピードの進みは注意してくれよ。大丈夫。僕を誰だと思ってるんだい？おお、次の荷物のとこに来たぞ。じゃあこんにちは。じゃあこれよろしく。よし、つないだぞ。まだまだ平気さ。あ、ジェームスだ。あれ、トーマスが手伝ってたの？僕だってこれぐらい減っちゃうさ。じゃあこれよろしく。ちょっと重たいけど全然減っちゃうさ。よいしょよいしょ。おお、坂道だ。よいしょよいしょよいしょ。トーマス、気をつけるんだよ。僕だってこれぐらい減った。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほらね、大丈夫だったでしょ。いいかい、坂道は慎重に取るんだぞ。ブレーキしながらゆっくりゆっくり。そんなの、言われても分かってるよ。さあ、トーマス、もう少しで着くぞ。うわー、止まれないよ。もう少しだぞ。うわ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 、なんだなんだ、うわなんだなんだ、うわ守りきれなかった、うわごめん、荷物が、うわー、だ大丈夫？待って、誰か呼んでくるよ。うわぁ、大変なことになってるな。車両はここに乗せておくれ。上の方には消防車、トラック、中に2台の車を入れるよ。それ後ろを閉じて、あとは僕が運んでいくよ。おーい、ロッキーを連れてきてよ。よし、あとは任せろ。よし、終わったぞ。ありがとうロッキー、レクサンダさんをよろしく。ああ、今度は君だ。よろしくお願いします。よし、終わったぞ。ありがとう。整備工場に行ってくるよ。ロッキー、お疲れ。僕らも戻ろう。うわ、僕も手伝うよ。ありがとう。でも、お前なら僕一人で頑張ってくるよ。いやいや、手伝うよ。